thank mm -hmm. you 皆さんこんばんは。かますか今日はね、11月13日土曜日ですね。まあちょっと前までね、11月12日金曜日でした。<coughs> まあ11月もね、半ばを過ぎてしまいまして、 まあ、もう残すとかあと1ヶ月ちょっとですね。そろそろクリスマスの準備をしないといけないと。まあ、いうようなところになってるかなと思います。それでね、ドル円なんだけど、これ、 フルバックして、ここどこまで行っちゃいましたね <coughs>。いわゆるレンジの、レンジの上限まで行きましたね <coughs>。びっくりですね、これ。お猿さんもびっくりですよって感じで。160ピップス上がりましたね。 こっからねここまで160ですよいやーきついね <laughs> ついていけないですねまあ途中でねこうショートショートって入れてる人いっぱいいますから追いポジでね <laughs> まあいポジって追いガツオと一緒ですけどねだからこういうのは全部刈られちゃうからね なかなかこのポジションもかられちゃうわけですよね。<laughs> まあもちろんここで入れたショートなんかもかられちゃってこういうのがねあのー、重く <laughs> 聞いてきますからここで入れた大金星のショートもかられちゃうんですよね。うーん で、今週どうなるかなと思って、まあまあ、見てなかったですけど <laughs>、まあ、昨日あたりからかな、上がって、まっ、あ、す今日下がってきたということですね。で、先ほど、<laughs> まあ、大きく下がってね、ピューって、まあ、ライブを始める、はい、 ライブ始める一二分前にですね。大きく下がって、まあ、この辺でまたショートでいたんですけど。四十四、四十五万ぐらい儲かってますね。うん。わか。 基本わからないですねもうここまで来ると基本的にはわからないですね。まあ。レンジボックスでここまで落ちてくれるのか75度平均線で反発するのか。 まあ、落ちたのか <coughs> 誰も見当つかないですね <coughs> テーパリングがあるんでまだまだ上かなと思ってたんですけどなどうもそうでもないような雰囲気が出てきたねこれねうん、うんうん、ただここも長かったからね 上がってたけど下がって、ここは長かった。まあ、オリンピック・パラリンピックだから、ね、まあ2ヶ月、2、3ヶ月あってんね、これね、全然動かなくてね、やればやるほど、まあ連中なんでね、うまくやらないと、やればやるほど、ここはやられっぱなしそうですからね、うーん、これは長かった、本当に。 だから、年内はね、これ、もじもじして、<laughs> 年明けにね、上がるのか、下がるのかが決まるのかもしれないね。多分その可能性が高いですね。 多分年内にね、補助金がばらまかれると思うので、まあわずか10万とかね、まあ中小、零細以降、50万とか100万とかね。まあ年末末までにはばらまいちゃうと思うんですよね。早ければね。だから、そのお金を使って株投資する人いるから、 株が上がれば、為替は下がりますから、やっぱ下がるのかなと思うんですよね。うん、仮想通貨が上がりますからね。で、物価が上がるんで、補助金ばらまくとね。物価、仮想通貨が上がるから、物価が上がるんで、物がない、なくなるからね。市場からね。金が、金いっぱいあるから。で、円ばらまくでしょ。円ばらまくと、円の価値が下がるから。 やっぱ下行くと思うんですよね、うん、これ下でいいと思いますよ。もうここからショート入れちゃって。永遠のゼロ <laughs> 永遠の S。うん。<laughs> いいと思いますね。あと仮想通貨なんですけど。えっと、今日びっくりしたことあってね。<laughs> <coughs> まあ、ビットコインはね、まあ、これ高値つけたんだよね、これね、昨日。なんか噂によると、780万、780万円つけたって話なんだよね。ビットコインね。まあね、年内800万。うん、たださ、補助金が出るでしょ まあ補助金出てから、爆上げしたからね。<laughs> 前回もね。去年かな。だから、1000万いくんじゃないかなと思いますね。ギリギリね。うーん。ちょっとビビりますよね、うん。900、800万いくと思うんですよね。あとちょっとだからね。900万もいくと思うんですよね。それでさ、 今日びっくりしたことがあって、まあ今日はね、久しぶりに東京の方に行って仮想通貨コンサルティングをやったんですけど、まあとあるさ、IOC、ICO っていうのまあ IOC とか IDO っていうのが今は、<laughs> <laughs> まあいわゆるプレセールスだよね。 ブレッセルストークンをちょっと買いたいと。で他の YouTuber さんがね、こういうふうに買えば、あの買えるって書い言ってるんだけど、もう何度聞いても何言ってるか分かんないと。<laughs> まあ、メタマスクで買わないといけないとかね。まあ、メタマスクをバイナンス、えー、どのことしないといけないとか。 あとはイーサリアンも入れないといけないとか、もう何とかよくわかんないと。なんだこのプレスールストークン買ってほしいってって、まあ、随分前からね、あのー、ぶん前から言われてたんですよ。まあ、あのー、まあ、10日ぐらい前からね、10日か、10日ぐらい前から、あのー、プレスールストークン、なんとかトークンというのが出るから買いたいと。で、まあ、僕もそのね、他の、 仮想通貨系 YouTuber の,の YouTube 見たらまあ11月終わりぐらいからあじゃじゃ十10月終わりぐらいからまあ11月ね20日ぐらいまでプレスエスありよということでまあなるべくね11月入ってからでいいから11月のまあ初期段階でね買いましょうと いうことで <laughs> まあ好きな日選んでくれさいって言ってまあ11月の頭ぐらいにはねあの返事しておいたんですよねそしたらまあまあ奥さんとの兼ね合いがあってまあ今日になったんですよ12月12とまあちょっと遅いかなと思ったんですね僕ねただまあ11月20日もあ違う11月じゃない12月じゃなかったですね 11月12日ですね。今日ですね。まあ昨日っていうか今日っていうか。ええー、で、まあ11月20日ぐらいまでやってるっていうから、プレスセールですね。まあいいかなと思って、12日だったら8日も早いからね。わ <laughs> かりましたって言って今日、訪問したんですよね、東京の方にね。 したら、なんとびっくりですよ。本当びっくりしましたよ。なんと。なんと、な,な,な,なんと、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 なんと。十一月十日。二。上場しちゃったんですよね。 こんなことあるこ <laughs> こんなことありますこ、まあ、昔のね ICO とかプレスセールスっていうのはまあ上場するから上場するからっつってね何年経っても上場しないでねンんラらこいて逃げちゃったっていうのがいっぱいありましたけど最近のはですね結構上場審査簡単なんのもんですから。<laughs> プレスセールス期間が終わる前にね、上場しちゃうんですよ。で上場しちゃうと、むちゃくちゃ高く、あどうなんですかね、プレスセールストークン、販売前に上場しちゃったらどうなんですかね、こっちから買えばいいんですもんね、だってね、プレスセールスの価格でね、まあ、ちょっと後で調べてみますけど、 で、上場しちゃったんですよね。なんと、まあ、瞬間、一瞬でね、3000倍になったらしいですよ。まあ、他のユーチューバーの話だとね、3000倍だって。久しぶりだね、聞いたらね。<laughs> で、上場して2日後、現在は、50倍ですよね。だから、まあ、一瞬、 バギューンって上がって、みんな売ったから、ビューンと売って、売ったからこうなって、えー、50倍で今推移してると。50倍もすごいよね。だからうちらは、まあ、お客さんがね、50万円買いたいと。まあ、だから、じゃあ50万円分のイーサリアムを、まあ、コインチェックで買っておいてくださいねって言ったんだけどね。<laughs> わかりましたーってねってね、大体一位差ぐらいですよね。で、こう 50万円の3000倍って言ったらね、まあ、一瞬だから買えない、売れないけど、これ1億5000万だからね、これ。<laughs> ね。で、まあ今、今でも50倍だから、でここ2500万だからね。 まあだからちょっと夢あるよね今でももう2500万になったわけですよねだから2450万円の儲けですよねまあだから <coughs> 今日の約束じゃなくてねまあ2日だから3日前ぐらいにね <coughs> 11月9日にコンサルティングを予約してくれれば、まあ、ギリギリね、も、ま、う、あ、かったんですよね。まあ、こういうことがありましたから、まあ、皆様におかれましてもね、皆様におかれましても、まあ、本当にこう、まあ、それはですね、あの仮想通貨の NFT のですね、NFT ゲームですね、ゲームのアイテムですよね、ゲームアイテム、 まあ、購入。こう,うトークン。まあ、コいンですね。やっぱ NFT なんですよね。まあ、たまたま今回ゲームですけど。NFT 関係の。 まあ、トークンコインっていうのは確実上がりますね。で、まあ、最近、まあ、コンサルティング受けてる中でも、まあ、ほとんどのものは、まあ、あの、1.5倍とかね、2倍ぐらいには上がってますね。<laughs> まあ、そんだけかいって言うかもしれないけど、昔はね、もう上場とともに、真っ逆さ,さまに下がって、 本当千分の1とかなっちゃう人なってコインが多いんでね。<laughs> あの NFT 系のね、あのプレセールスっていうのはね、今でも安定して2倍、<laughs> 3倍にはなるんですよ。上場してもね。ただそれ繰り返していけば、結構ゆったりとですね。 あの、お金が増えていくんですよね。でちょっとねあのまあ 今回はね、これで終わらせていただきますけれども、えー、皆様もですね、ぜひですね、まあ、あのー、仮想通貨の方ね、仮想 <coughs>、まあ、いわゆる草コインってやつですけど、まあ、もう一度ね、目を向けるのもいいかもしれませんね。まあ、あの、<coughs> 僕の方でね、まあ、これからもですね、 エックスやりながらですね。まあ仮想通貨の IC をですね。えー、まあこれはいいかもしれないっていうのはね。まあ5000円でも1万円でも買っとけば、そんな <laughs>、ね、3000万円にならなくてもね、50万円になれば、1万円入れれば50万になりますからね。まああの一緒にね、見ていきたいと思います。それではね、感、え、動、ー、ではございますが、今日はこれでね。 終わりにさせていただきます千葉県松寿市よりトム・クルーズがお伝えいたしました失礼いたします